はい、こんにちは。パーカッション高見です。ゼロから始めるパーカッションジャンベ編。この画質では、このジャンベという楽器について、1からや0から解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回の動画で、このジャンベの基礎知識、初心者の方は、まずはこれだけを押さえておいた方がいいよというような内容を解説してますので、まだ見てないよという方は概要欄からご覧ください。そして今回はですね、このジャンベを叩くにあたっての腕の振り方、ストロークについて解説していきます。はい。すいません、これまだね、 ジャンベを叩く前段階の、前段階の話なんですね。なので、もうジャンベ買ってきたばっかでね、あもう早く叩きたいよと、叩かせるこの野郎という方は、一回ちょっと公園行ってきていただいて構いませんので、もうひとしきりね、叩いてきてください。はい、で帰ってきてからこの動画を見ていただければと思います。はいはい、で今回のこのストロークって一体何なのかと、まあ、簡単に言うとですね、スポーツでいうフォーム、いいフォームみたいな話です。はい、でこれね、 いちいちこんなことを考えなくても,もうこれが自然にできちゃう人天然でいいフォームいいストロークで叩けちゃう人っていうのはいます実際にアフリカのジャンベ叩きたちもですねさもそれが当たり前のようにさもそれが自然であるごとくですねこのジャンベにとって、まあ、とても理にかなっているそして美しいきれいなフォームストロークで叩いているんですね なんで、あえてそのことにみんな言及しないっていうか、説明されないんですね。僕個人的にはですね、このストロークがジャンベにおいて最も重要なことであると考えております。こう、シンプルにね、いい音で鳴らすっていうために必要ですし、何よりね、初心者の方にとっては、怪我をしないためにすごく重要なことなんですね。この手を痛めない、手首だったり、腕だったり、関節をね、 力任せに叩いてしまうと怪我をしてしまう故障してしまうことがありますのでそういった怪我をしないためにも最初にこの正しいフォームストロークっていうのを習得していただければと思いますはい簡潔に言うとですねこのジャンベの打面からグググググッと腕を上げていくそしてチョップのようなねフォームチョップのような形を作るこの位置この範囲をずっと行き来するような動きストロークになります はい、でこう小さく叩くとか早く叩くく時はこの範囲が小さく振り幅が小さい状態ですしより大きく叩くしっかり鳴らしたいという時は、まあ、これぐらいまで大きくなるという感じです。でマックスこれぐらいですねこう綺麗にこうチョップするようなあるいはトゥースってねやるような手の形で、まあ、ここから この範囲ですねこう車のワイパーのように動くストロークになります、はい、ではですね今実際にこのジャンベが近くにある用意できるよという方は構えてみてください今回は音出しません叩きませんので家の中でも大丈夫ですでジャンベないよという方ねなんか机とかテーブルとか近くに用意していただいて机もテーブルもないよと いう方はね、自分の膝、太ももで構いませんの、ね、でこういうてに手を置いてやってみてくださいではですねジャンベをお持ちの方はまずね自分の体にグッと近づけて足を使ってね足でこう軽く包み込むように挟み込むように安定させてくださいでたい自分のおへその前ぐらいにこの断面が来るように構えましょう で今回この傾き具合とかね、あまりそんな厳密にやらなくていいので、まあ、なんとなくね、自分の体の近くにジャンベがある、テーブルの方はテーブルがある状態にしてみてください。で、こう手をね、楽にフッと置きます。はい。本当にもう何にも考えずに自分が最大限ね、楽な状態、自然な状態でフッと置いた感じにしてみてください。はい。で、こうね、変に力む必要ありませんから、自然に脇開いてフッと置いた状態。 大体こう、ハの字みたいな感じになるかなと思います。はい。これが一番基本の位置ですね。ここからググ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 ッと上げていくと。このマックスの位置を最初に覚えましょう。マックスの位置は、自分に対してまっすぐ腕を振り上げる。腕がピンと上向いている状態。 で、かつ、親指ですね。親指が自分、まあ、こういう状態でことですね。俺、俺って <laughs>。いうような腕の向き、傾き具合で構えると。はい。これが、まあ、一番振り上げた時のマックスの位置です。ここが0だとしたら、ここが100みたいな感じで、この0から100を行ったり来たりするっていうのが、このジャンベのストロークに なりますで実際のアフリカのジャンベタタきたちの映像をぜひ YouTube で見てみてくださいその適当なとこ方でねピッと一時停止を押しますとみんな大体この範囲内でこう手が収まっていますからはいあママリーケータさんもねこういうふうに大体写真こうなってますよねそれはこの範囲内でストロークしてるっていう、まあ、こういうシルエットになるよっていう話なんですねはい でこの動き、このストロークっていうのは、おそらくみんながね、一番イメージしやすいのは、なんでやねんっていう、こう、突っ込む、突っ込みの人の手の動き、どないやねんというような動きですね。これ、どういう動きかっていうと、これね、肩なんですね。肩を中心に、軸に、この上の腕、上腕をこうくるっと回しているような動きでありますと。 こう開いて閉じて開いて閉じてというようなね動きでありますとで多くの初心者の方がまあ間違えてしまいがちっていうかやりがちなのがですねこういう動きですねなんかこう叩いてくださいって言った時にこういうふうにこんな動きで叩いてしまいがちなんですこれだと結構ね疲れやすいですしあんまり安定しないこっちまちましたよね 大きいになってしまうとこうじゃないよっていうことですねこうではなくて、こうであると。で、自分の両隣ですね。ボケの人が2人いると。漫才塗料だと思ってください。で、こう両側の人にね、なんでやねん。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 とこう、交互に突っ込んでいくと。で、突っ込みまくると、なんでなんでなんで、まあ、なんで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  大きくなるとこういう動きになります。という話です。はい、これを見て聞いてあ分かった。分かったという方はね。是非自分でこう振ってみてください。いまいちよくわかんね。えぞとあるね。こう腕があっちこっち行っちゃうとか。特に右利きの人は左のこのなんでやねんが難しいと思います。こんなにね。ヒュッヒュッヒュッと動かせないと思いますので、これから練習していきましょう。はい、練習方法としてはですね。まず、画面に手を楽に置きます。 この時、ジャンベは叩かなくていいので、本当に置くだけで大丈夫です。なので、テーブルでも、膝の上でも大丈夫です。で、ここから、ぐっと上げる。一番上げる。あ、つまりこう、なんでやねんと。突っ込んだ時、チョップをしている。このフォーム。ここから、ここまで。この2点を、さっさっさっさと、行き来しましょう。まず、楽に置いている位置から、 ぐ,ぐぐぐぐぐぐっと開くおおよそですね肘の位置を視点と考えて肘を中心にこの腕が回っているというか扇のようにね開いていくイメージで振り上げてみてくださいはいこんな感じになりますで親指が自分の方に向いている腕がまっすぐピンと上に 向いていてる状態ですでここからまた元に戻すとまたこの肘を支点にして閉じていくはいように戻すでこっからまたグググググ上げる戻す上げる下ろすこれをゆっくりで構いませんのでダウンアップダウンアップと 交互にこういうふうに行き来してみてください。はい。で、この時注意してほしいのは、やっぱり動きとしてこう、回転の、肩を軸に回転させている動きなので、こうではないよってことですね。この肘の曲げ伸ばし、お手上げっていう、こういう状態ではないので、これだけ注意してください。こうじゃない。こうですと。 なんでこう扇を描く放物線を描くような軌道になりますはいできましたでしょうか慣れてきましたら今度はですねこの位置からこの位置までスッとなるべくねふっ息を吐いたと同時に一瞬ですっと上げるここからここまで一瞬で上げるようにさっさっ さっさっ瞬発的に上げる下げる上げる下げる上げる下げるとこの2点間を移動する練習をしてみてください上げる下げる上げる下げる上げる下げるアップダウンアップダウンアップダウンはい。 楽器がない人は全然膝の上太ももの上で大丈夫ですこの位置に手を置いてあんまりこうね手の位置が遠いとこんなになっちゃいますから近い位置で楽にねこうハの字になるぐらいの位置で手をついてアップダウン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 これをやってみてくださいで慣れてきたらこれを 交互に振ってみる。まあ、今までこう同時だったのをずらすってことですね。はい。これがまあ最終的にジャンベを叩くときの一番綺麗なフォーム、ストロークになりますので、まあ、じっくりね、ぜひ鏡を見ながら、あ、綺麗にできてるかなと。特に利き手じゃない方がみんな苦手かなと思います。右利きの人は左手ですね。左利きの人は 右手がこうちょっとあまりこう思ってもいないような動きをしてしまったりこうお手上げの動きになってしまったりするかなと思いますので意識してゆっくりで構いませんので鏡などを見ながらねこう2点間をスッと上げるでチョップの形からまた戻すとはいこの動きこのストロークを確認してみてくださいこれがですね最初に 体にしっかり入っていると、あとはもうすごく楽になりますので、まずはじっくりこのストロークっていうのを習得してみてください。はい。というわけで今回のレッスンは以上になります。お疲れ様でした。今回の内容はですね、言ったように楽器なくても、もう膝の上でできますから、ここにね、置いて、ここから上げる、下げる、上げる、下げることこやっていただければ、これが理想的なストロークになります。 でこのストロークっていうのはジャンベ以外の楽器、例えばコーンガとかね、カホン、もう何でもハンドパーカッションであればね、万能に使えるストロークになりますので、ぜひ習得しておいてください。このストロークを使って次回以降実際に発音して叩いていくっていうのをやっていきますので、お楽しみに。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しております。他にも動画がたくさんありますので、概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。 毎週日曜日は YouTube ライブを使ってパーカッションワークショップもやってますのでチャンネル登録してぜひ参加してくださいそれではまた次の動画で会いましょうバイバイ